どうも、キリスト教の先生やっております。先生は一人で、神の言葉に従うっていうのはどういうことか教えましょうか。公務員とかはよくわかるって言うんですけど、使えるとか従うとか、公務員以外の人たちっていうのはわからないって言いますよね。世界各国同様に。で、海外の人たちっていうのは従順に従うとか、従順もしくはその献身的にとか、犠牲を払ってでも人を助けるっていう意味が伝わらないですよね。最近はその愛というのは売春回収のことではないっていうのはだんだん分かってきたのかなっていう感じですけど、まだその性的犯罪、不倫犯罪、姦通罪っていうのを悪いということを分かってない人は大半だと思います。その結果、その自分たちが貧しくなって悪い方向に落ち込んでいくっていうことをですね、認識しないんでしょうね。なんかもうその頭が弱くなってるんだと思うんですよ。子供たち、学生たちっていうのは勉強してるとは言いますね。それで神の言葉に従うっていう人間の心理として、聖書に書いてありますよ。旧約聖書はあまりこう死なさいという言葉ではなく、物語とかその実話の表現がされてあって、当時のそのユダヤの信仰者たちがどういうふうに生きていたかっていう事実が記録されてますよね。だから要するにその文学を横から見て、こういうふうに祈った結果、こういうふうに動いた結果変わってきたんだっていう、ユダヤ人が世界を動かしていたその頃の昔のね、話が元になっていますので、で新約聖書の場合には進めとかそういうふうにしなさいとかそのキリストが弟子に語るように、またそのキリストの使徒と言われる弟子が民衆に語る口調で書いてあるので、よりこう具体的なものは使徒言行録とか福音書には書いてあったとしても、その他の手紙の内容っていうのはその抽象的で、なんていうんですか、哲学を含む言い方になってます。で、その死なさいとか命令を受けて従わないっていう人は多いでしょう。だからそのお皿を洗っておきなさいって言って子供が洗わないことは多いでしょう。お米をそのトイレ炊いておきなさいって言っても子供はトイレ炊こうとしないわけですよ。それがこうただね、上下関係にへつらって、すいませんとか、ヘラヘラとか、あははとか、そんなの従ったことにならない。それはただ恐怖で抑え込まれてるだけのことなので、神の言葉に従うというのは、敵を許し愛しなさいって言って、自分の心の中でね、敵が憎いって言った時に、はい、死を許しますということです。他は自分と喧嘩してる相手に、水を飲ませようというのは一つの例えですけど、自分にむちゃくちゃ悪いこと言った人に神の言葉に座るから一旦ためらいがあって話しかける。ああ、ごめん、昨日どうだった？え？ああ、私なんか悪いこと言ったかと思ってごめんなさい。ああ、いや、私の方が悪かったから私は全然気にしてない、私の方がごめんなさいだったっていうのとか、他は情緒に言われててね、ちゃんと洗っとけよと、2箇所、1箇所洗っただけでいいだろ普通思ってたけど、お客様のためでも会社の方針でもあったら2箇所ちゃんと洗っとこう、いやもう1箇所もちょっと汚れとこうかな、それが上から見えるらしい。お前昨日さ、ちゃんと定時に帰ったか？はい。よし、あれ怒られなかったよ。ああ、多分情緒見てたんだ。誰にも言わなかったけど、参加人まで戦場
お掃除やってて、正解だったんだな。いや、ただなんかマニュアル書いてたからその通りしただけと、別にそういうの。どうか反対の方を打たれたら反対の方を出せというのは、お前みたいなのがどうせバカなんだろう、お前言うと迷惑なんだよ、でどうするか。はい、そうだと思います、すいませんでした。え、お前みたいなのが、はい、おっしゃる通りです。こういう心理反応、それでどうなるか。まあ周りはそのクリスチャンの見方をします。クリスチャンの見方っていうのは、そのクリスチャンが正しいって言います。他反対の方、まあ自分はその従業員守らなきゃいけないし、かばうっていうか守らなきゃいけないし、おいお前、従業員2時間昨日残業させたか、すいません上長、2時間の残業代出ないんで30分で済ませて帰らせました、仕事終わってます。何、お前管理職って向いてるかな、すいませんでした。お前みたいなのがいるとよ、従業員の人気は全部お前が持っていくんだよ、すいません、人気取りやってるつもりはございません、お前みたいなのが、はい、叱るのどうぞ、私がリーダーですので私に叱ってください。はぁ、誰についていくか、そういう時に。それをまあ反対の方をぶたせよということですし、税金に関してもそうですよ。これ税金払ったら全部なくなっちゃう、要するに金庫なり貯金したお金がね、でも払おう、税金を納めることがイエス・キリストのおっしゃったことだから。他、まあ、近所の人が困ってるのを見て、まあ、自分の隣人を助けるっていうのは自己犠牲を払うことあるから、まあこれでチョコレートとアイスクリーム買おうと思ったけど、まあいいや、なんか買うもの、目指しの干物でもって送ってあげようと。わかります、そういう心というのは、そのキリスト教の信仰と同時にそれを実行しなきゃいけないんですよね。で、心は謙遜になっていきます。あ、なんかすごいこと知ってくれたね、すごい喜んでたあの人、え、何のこと、私なんかしたっけ、いや本当に忘れてる私とか、そんなのが王様から喜ばれる人ですし、王国と言われるところでは褒められることですよ。僕はそのこんなわけおかしいだろみたいな、金儲け情報も載ってないのに。でも子供たちは、はい、人にごめんなさいって言われたら許してあげます、アーメンと、そういう素直さ、良い地にまかれるというの。なのでそのまあ大人の感覚からすると聖書の話はバカバカしいかもしれないですよ。ただしその聖書の言葉を信じて行えなくてもその都度あると思うんですよね、毎日の中で。で、毎日の中のその違反行為が積み重なって人生が苦境に立たされるわけで、結局その命が失われるだけですよ。キリスト教というのはその謙遜に、まあ柔和に平和にということですので、まあ、言い方にしてもイラッとしてても、ああ昨日さちょっとやってくれたと思うんだけどちょっと間違ってたよ、他のところは良かったんだけどこの箇所だけちょっと間違ったかな、今度は気をつけてね、はいとか、お客様に言うときなら、お客様、こちらから電話かけて申し訳ないんですけれども、弊社で確認したところですね、お客様の、お気づきですか、よかったです、なのでこちらで発送2点控えておいたんですが、はい、次回からよろしくお願いします、すぐお支払いいただきますと残り2点も発送できますけれども送料がまた別にかかってしまいますので今後お気をつけください、いつもありがとうございますとか、
そういうそのへりくだった対応ができるようになります。結果的に会社は成長するし、友達は増えます。家族は喜んでくれます。結果的に幸せになるってことです。